ハンドクラップチャレンジ、まずは剣礼からスタートです。最初の動きはジャブストレート、アッパーアッパーフック、膝蹴り。コンビネーションからスタートとなっていきます。それでは行きましょう。せーの。アッパーアッパーフック。この動きを繰り返し行っていきたいと思います。あと2回行きます。ジャブストレート、アッパーアッパーフック。ぐるぐる手を回して音に合わせてクラップを入れていきましょう。最初の動きに持っていきます。ジャブストレート、アッパーアッパーフック。ここはリズムカロリーに楽しんでいきましょう。次の動きはサイドキックとスクワットです。繰り返し足のトレーニングを行っていきましょう。今回はサビの部分も足を使っていきますので、このパートでは無理をせずに行っていきましょう。サビの部分は前蹴りになります。それではいきましょう。せーの。1回目、2、3、4、反対へ、1、2、3、最初に戻っていきましょう。ジャブストレート、アッパーアッパーフック。腕だけにならないように前後に体を体重移動させていきましょう。腕をぐる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 。キックとスクワット、キックとスクワット。この動きだけでもじわじわ汗をかいてくると思います。その心拍数をキープしながらサビの部分はより盛り上げていきましょう。それでは最後頑張っていきましょう。せーの。1、2、3、4、反対へ、1、2、3、4。まだまだ続けていきましょう。汗をしっかりかいていきます。呼吸を切らさないように足の裏側を前に向けるようにしていきましょう。最後は腕をぐるぐる回して決めポーズ、右ストレートで終わっていきたいと思います。せーの。お疲れ様でした。最後は剣礼して終わっていきたいと思います。汗しっかりと拭き取っていきましょう。